シェーファーハウンドは原作、廃止、高し、作画、片山誠による日本の漫画。ヤングアニマル嵐にて、2012年5号から2016年6号まで連載。副題は、戦車と知られざる女性部隊。第二次世界大戦後期のドイツ軍を描き、女たちが容赦なく殺し合う漫画である。消耗品であると自称し、死ぬことを恐れない女性部隊が敵を殺し、 味方もあっさり死んでゆく。ライターの卵孫は2013年から2014年8月に発売されたコミックスの中から女の子が戦う漫画として本作を筆頭に挙げている。主人公、ゆうとの仲間を死なせたくないという悩みが読者に深く共感を与えるとともに描かれる戦車のうんちくの面白さ、アクションシーンは単純に漫画としてのかっこよさもある。 コミックス3巻発売時には、秋葉原の書泉ブックタワーにて、サイン会が開催された。なお、作画を担当する方やママことの公式サイト上にて、セルフパロディ4コマ漫画、当立、シェーファー学園が掲載されていた。正式には、武装親衛隊、第 502SS 両兵大隊所属特務、救助両兵小隊、女性の戦場での運用性を試験するための、 非公開部隊である。アメリカ陸軍第101空挺師団010特殊作戦小隊、グレーオックス。イギリス軍 SAS 特殊部隊アシッド・アウル。ありがとうございます。